一週間の時を経て、あの興奮が帰ってきた。オールナイト埼玉、いよいよファンファーレです。さあ各パーソナリティゲートイン完了、スタートいたしました。いや今日はですね、はい、まあ、あのサブテーマというかサブミッションがですね、はいはい、あのミカドさんが来るまでつなぐっていうところですけどミカド来ないから、ね、まあ、メインメッシュはねもちろんね、あの2時間楽しい放送をお送りするということなんですが、です、ね、はいはい、サブミッションが一応そういうものが今設定したんですけど、どうしたんですかミカドさんは。ああ、まあね、本業の方がね、ああのお忙しいんで今。なるほど。ちょうど何でしょう、試験とかがね、そうですね、そうある時期なんでね、高校入試とかがそんな感じなんで、あ、そっかそっかそっか、高校入試ね、そうなんですよ、あの一応ね先生なんですよあの人は。そうかそうだわ、え、いいんじゃない、もう今日は休んでいたそうかもね、確かにねえね、あの完全休み、そう頑張っていきましょう、やりましょうはい、彼なしでも、はい、そうやりましょうもうね大丈夫ですよね、はい、ということでね、はい、今日はですね、月1パーソナリティで奥山さんと、はい、あれですね、初月1パーソナリティのちいちゃんが、はいはい、ちいちゃんです、はい、ちいちゃん、はい、ありがとうございます、はい、イエーイということでね、いらっしゃいませよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、お願いします。でお二人がねそれぞれちょっとね 業種というかね、あの業界は違っても、あの、うんうん、結構前に立つことが多いかなと思うんですけど、うんうんうん、はいはい、そう、あのね、私表に立つのが苦手な、あの私からするとすごいなと思うんですけどいや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 、そんなことないですよね、そうそんなことないです、うん、と、そうなんですか、ね、でも、うん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 、ほら喋ること多いじゃないですか、あの人の前でね、うん、そうね、まあそうですよね、そうですよ、いやでも私はあの、まあ言ったら俳優なので、うん、どちらかというとこう役があったりですけど、ちいちゃんはね、うん、もうちいちゃんとしてお話するわけじゃないですか、そうなんです、そうです、うん、そうね、じゃあちいちゃんの方がすごくない、うん、そうかなどうなんだろう、なんかそれぞれの方がすごいと思うけど、いやそれぞれ難しさありますよね、やっぱり、確かに ねあれはあの演者というかね、俳優はもちろんその何でしょう、キャラというかあの役にね、うん、没頭するというか、うん、入り込むじゃないとなんか不自然になったりするし、うん、もちろんね本人があの話すとかってなるとそれはそれで、うん、そうですね、伝えようかとか、いやただ冷静と情熱の間ですよあ、冷静と情熱の間、冷静の情熱の間なんですよこれはやっぱり、うん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 、そういうとなんか、いや役に入りすぎても自分のことを優先してしまうと今度周りとのやっぱり言ったらあのこう総合なので、自分だけが何かになってもやっぱりこれおかしいことになるので、はい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 、周りのどう見えてるかとかどう聞かせるかみたいなところでこう足し算引き算があるので、そこはやっぱり冷静と情熱なんですかなるほどね、なんかバランス取っていく感じなんだ、そうなんですよ、だから すっかり入りきっててもちょっとやっぱ違うんですよね、あ、そうなんですね、そうなんだ、確かに確かに、ちっちゃんはなんか工夫してることとかあるんですか、普段工夫してることっていうか、うんうん、よく言われたっていうか、なんだろう、そのスピーチのなんだろう、講座みたいなので言われるのは、はいはい、もう準備、ともかく準備だって、
準備なんだ。そう準備か。そう、なんかどういう話をするかとか、うん、どういうトーンで喋るかとか、うん、はいはいはい。そう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 。だ準備しとくと、まあ割とやりやすい。ああ。なるほどね。うんうんうん。確かに確かに。そうですね。なんだろう、なんかこう自分の中でこうテンプレみたいなの作っちゃって。はいはいはい。うん、なんか、まあ、3分で話してくださいって言われたらこの話をするみたいな。ああ、そう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 、なんかネタみたいですね。あの、あ、そう、ネタに近いかもしれない、ひょっとして。うーん、うんうんうん、なるほど。ハマちゃんがもしかしたら人気あるのそれなのかもしれないね。ああ、もともと漫才とかやってたし、ほら、うちネタ多分あるかもしれない、多いかもしれないね。そうか、じゃあ、まあ、増やしてる感じなんですね。そうですよね。だからアドリブでそこで持っていっても、まあもちろんいいんでしょうけど、ある程度こう、うん、言いたいことをまとめておく、置いて、うん、それをね、尺内で収めるっていうのはやっぱ必要ですもんね。確かにね。そう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 。用意どんじゃできないもんね、なかなか。なのでそう、まあできる人も中にいるんだろうけど、すごい少ないと思う。確かにね。うん、確かに。多少は準備してる気がする。はいはいはい。でも演説ともかくうまいのはあの人ね、枝野幸男さんね。あ、そう。すごい上手い。へえ。時間ずっと違う話してる。へえ。よどみない。すごい。で、ちゃんとその場でアドリブっていうか、その、あの、こんにちはとか言われたら、あの、うん、ちゃんと、ありがとうございますとか、ちゃんと。ああ、間に入れて。はいはいはい。間に入れて、そう。はあ、なるほどね。すごい、そう。もう話したいことが決まってんでしょうね、あるですね。多分そうだと思う。そう。で、そこにまあ日々のこうそういうちょっとしたアドリブみたいなものをこう挟み込むみたいな。うんうんうん。なるほどなるほど。な感じですね。確かに準備が大事なんだ。ああ、準備大事ですね。なんかそう、小田ちゃんもなってか、こうやってやっぱり慣れだったりとかするから。うんうんうん、うん、なんかそう、自分も全然その得意不得意で言えばそんな別に得意な方ではないと思うんだけど。あ、そうなの。うん、いや、ほんとバカず。バカず。そうそうそう、確かにね、毎日喋ってたらまた変わりますよね。絶対変わる、絶対変わる。じゃあ毎日放送にするか、このラジオ。いいじゃない。すごいよ、そしたら。そうそうそう、誰が聞くんだってなりそうですけど。いや、もう聞く人はいるだろうけど、毎日やる方は大変だよ。そうね。それは大変だわ。ねえ、大変だよね。まあね、このテーマにした、あ、そうそうそう、理由の一つがですね、うんうん、福山さんがまたあの舞台立たれるということで。ああ、はいはい。舞台というか、はいはい、まあ、舞台というかステージは毎週やってて、明日もステージがあるんですけど、あ、そうです。そうなんです。そうなんですけど、舞台に立ったものを映像にして、うん、それを、うん、大きいスクリーンで、はいはいはい、みんなで見ましょうというイベントがありまして、うんうんうん、はい、3月18日に墨田区の本庄、ビッグシップというところ、本庄地域プラザビッグシップというところで、日本立てで、舞台公演の映像を、特別編集のめちゃめちゃいい映像をでっかいスクリーンで爆音で見ようっていう。いいじゃない、はい、いいですね。いいじゃない、めちゃめちゃいいです。いいじゃないですか。あるもう映画みたいな感じになるんですね。そう映画に近いかな。舞台を切り取ってすごくいいアングルで見れるという違いですね。素敵、はい。もうね、もう 20, あの20周年を3年目やってますからね。20周年3年目やってんですよ、あのコロナのせいで。で、2020年に20周年記念と銘打ったのに全然できなくなっちゃって、うんうん、あ、そうだよね。そうなんです。で、まあ、今年の3月でこのイベントでファイナルということで、うんうん、なるほど、はい、ね、20周年がやっと終わるっていう感じですね。やっと終わる。長かった。はい、まあ、見ていただいた、幸せな孤独なバラという公演と、はい、ぶどう城のミストラル2本立てで、これ1日で2本やりますので。確かに、はい、リアルで見た方もね、そうですね、皆さんもいらっしゃるし、いらっしゃると思うんですけど、私も見たし、ね、はい、あのまたちょっと違う迫力で見られるんじゃないか。確かに、はい、うん、一粒で二度三度美味しいということで、ね、二度三度美味しい、うん、はい、ぜひ、はい、みんな行ければと思いますので、ぜひぜひ、はい、
岡山さんから、じゃあね、あの後でチャットとかにもお送りいただければと思いますので、お送りします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあそろそろね、あの三河さんが来ないうちにね、そうです、来ないうちに時間終わるかもしれないからね、とっとと進めてやりましょう。はい、ということでそろそろタイトルコールいきましょう。今夜も全力で走り抜けますよ。岡ちゃんと三河のオールナイト埼玉。前に立つより黒子が似合うかもしれない岡ちゃんです。明日のステージの準備と二次元スクリーン劇場の準備で大わらわ、月一パーソナリティの奥山静香です。素晴らしい。ただいまトリスハイボールでいっぱいやってます。初めての月一パーソナリティを務めますちーちゃんです。あ、いいですね。やっほーちーちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。テイクレを噛まずに言えるから、はい、はい、噛まずに言えるから。頑張れ。歌も踊っていりゃ木に登る究極の素人ラジオ、オールナイト埼玉。うん、この番組は埼玉市を拠点に生活するおがちゃんと墨田区を中心に活動する月一パーソナリティの奥山静香さん、そして今日が初の月一パーソナリティ、埼玉市を拠点に活動する私、鈴木千佐子ちーちゃんが、それぞれの自宅もしくはサテライトスタジオをキーステーションに、オンライン会議ツール Zoom とライブ配信ツール Facebook ライブを使って全世界に生放送でお送りしております。なお約1日遅れでオンエア曲をカットしたバージョンを YouTube でアップしますので、そちらもぜひお楽しみに。はい、噛まずに言えた。はい、素晴らしい。100点です。やったはい、今日はですね、ミカドさんがいつ来るかハラハラドキドキでお送りする時間になりますけれども、それでは前半のコーナー紹介を奥山さんからお願いします。はい、まずはいつものマスターくんのマスターピースをお送りした後、21時25分頃からは奥山ラジオ劇場をお送りいたします。はい、今週もリスナーの皆様を物語の世界にお連れいたします。ぜひ皆様からのよりすぐりの物語もお待ちしております。はい、ということで、ね、はい、そうね、リスナーさんから、あ、この、ね、本読んでくれるのかなみたいなコメントをいただいてるので、ね、今回いただいたみたいで、はい、楽しみでございますけれども、はい、どんな、ね、はい、お話聞けるのか、こちらもね、噛まずにあの読まれる奥山さんの姿勢にやべやべやべ、ちょっといきなりハードル上げないでくださいよ。ちーちゃんが100点出しましたからね、さっきね。やばいね。ちょっとそんな怖いわ。やばいね。あ、味方で言うとみんな調子いいかもしれないね。本当ですか？もういきなり噛みがちなんですけど、私。はいはい、続いてですね、2つ目のコーナー、22時ちょうど頃からはラジオ飯テロプロジェクト。夜食がそろそろ欲しくなる時間に破壊力抜群な飯テロ爆弾をこれでもかとお見舞いしてやるぞということで、質問の皆さんはね、ぜひお腹を空かせてお待ちください。はい、お腹空いちゃうね。そう、うん、久々なんですが、3人それぞれ選んできましたのでね、うん、はい、はい、ちーちゃん初紹介ですけれどもね、初紹介、うん、美味しいお店、まあ面白いお店とかもね結構あると思うんですけどね。ちーちゃんいっぱい知ってそうですよね。そうそうそう、いっぱい知ってます。ぜひ教えてほしい。そうね、行きたくなったら行ってもらう感じでね、埼玉、はい、いらしてください。はい、素晴らしい。いや、いいね、もうね100個魅力語れますからね、うん、あのちーちゃんは、うん、ね、うんうん、ぜひもうその中の1個をねお願いできればと思います。はい、はい、では3つ目のコーナー紹介はちーちゃんからお願いします。はい、22時30分頃からは最近はバカンス中で不在だった小神様が降臨いたします。おまんじんちゃん、はい、という小神様がリスナーさんのご祈祷依頼にズバッとお告げをくださいますので、ぜひお尋ねしようということですね。はい、います。大神様は爆発中だったんですか？なんかね、ハワイとか行ってたみたいですよ。あら、いいですね。ヨーロッパとか回ってたのかな、わかんないですけど。うまー。そう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 。いっぱいなんか、うん、ね、観光地巡ってたのかもしれないし、あの営業してたのかもしれないけど。営業？営業、そうそうそう。営業ですか、すごいな。そうなんだよ。そうそうそう。ということでね、あの最後、EPMD がさとしくんがですねセレクトする、はい、今週の、ごめんなさい、今月のパワープレイもお届けして、今週はミニコーナーを含めた豪華5本立てでお送りします。
はい、そして今週の選曲テーマですが、和を感じる曲特集でお送りします。はい、リスナーの皆様からのリクエスト曲もお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。はい、ということでね、和を感じる曲、今日がですね、まあ祝日ですけどね、はい、あの建国記念の日ということでね、そうですね、まあね、あの大日本帝国憲法決まった日という、あ、公布された日か、そうか、そういうことで和のか、和なのか、そう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 、前回がね、陽だったっていうのもありますけどね、なるほど、そうなんです。なんでね、皆さんからまだまだあのリクエストね、お待ちしてるんでね、はい、はい、どしどしお寄せくださいと言っているんですけれどもね、まだまだね、うんうん、あの味方さんがいないから尺が余ってるということで、ね、おすごいね、今ね、喋るんだよっていう、そうそうそう、どんだけ喋ってんだっていうのはね、すごいわかります、ね、すごいね。いや、だから味方ね、一個のことに対してものすごい膨らましがすごいのね、うん、そう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 、なるほどね、あ、そう、自分あれなんですよ、あの林修先生、はいはい、習ってた時期あって、あの人がこう現代文ね、要は著者の人がエビフライに例えてたんですよ。で、これエビだと、本当に言いたいことはエビだと、超ちっちゃいエビだと。それはこう原稿料稼ぎたいがために衣をもうこれでもかこれでもかってつけて、まあ、つけてはこうなんていうのかな、揚げてみたいな感じで、めっちゃ膨らんだ中があの本一冊なわけで。その中で、そのエビの部分をあのズバリと言い当てるのが現代文の国語力ですよっていう。なるほど、なるほどね、そうなんですよ。ということでね、あの帝さんはじゃ あの中身があるのかっていうね、エビの中身があるのかっていうのは質問ですね。帝はもうだって衣だらけですからそうそう、あると信じたい衣の男ですからね先生あると信じたい優しいな、ね、ちいちゃん優しい、はい、フォローが挟まったことでね、じゃあちいちゃんから投稿の呼び込みお願いします。はい、投稿の宛先はいつもの Google フォームですが、当番組の公式 Twitter の DM、 公式インスタの DM、 それから YouTube 公式チャンネルに上がっているアーカイブ動画にコメントでお寄せいただいても結構です。ズームでお聞きの方はチャットに、Facebook ライブでお聞きの方はコメント欄に URL が上がっております。投稿が採用された方には番組特製ハンコステッカーをお送りしますので、ステッカーが欲しいよという方は連絡先、氏名のご記入もお忘れなく。こちらのフォームまたは公式 Twitter アカウントの DM などにどしどし投稿をよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、和を感じられる曲1曲目は和楽器バンドです。はい、この和の特徴がね、あのマッチしてるいい曲かなと思いますので、ボカロならではではないんですけれども、はい、バンド調でね、和を感じられる、それこそ笛がね今聞こえておりますけれども、テイストをぜひ聴いていただければと思います。それでは聴いてください。和楽器バンド、千本桜。はい、聴いていただいております、和楽器バンド千本桜です。はい、どうでしょう、聞いたことありますかね。あの、聞いたことあります、聞いたことあります、あります、はい、なかった、私はなかった、そうそうそう、あのボカロでね、初音ミク歌ってるやつがあれですけど原曲ですけど、そうそうそう、それをカバーですね。他にもいろんな、最初は何、これボカロ最初なの。あ、そうです、そうです。あ、そうなんだ、そう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 、結構かっこいいですよ、あの MV とかね、うん、かいいね、うん、そう、それをあの、そう、ボカロのカバーアルバムで結構いろんな曲をカバーしてて、はい、うんうんうん、ね、また違いますよね。そうなんですね。やっぱりでも元がボカロっていうのを全く感じないですよね。そう、全然なんかバンドが先なんだと思ってました。あ、そう、そう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 、違うんですよ。うん、そうなんですね。でもね、もう市民権得てますからね、ボカロ。もうね、そうなんだね。いいよね、この三味線の、ね、音とかいいですよね、本当に。うんうんうん、ほら今弾いてる感じとか、まさに和楽器で和を感じられるかな、うんうん、ね、うんうんうん、はい、ということで桜餅もね、そろそろ美味しくなるか、桜餅なんで桜餅が思い浮かんだのか分かんないけどね、今千本桜だった、千本桜そう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 そのままそのまま、まんまだったはい、ということで聴いていただきました、和楽器バンド千本桜でございました。はい、はい、時刻は21時21分を過ぎております。お知らせの後はマスターくんのマスターピースです。
2023シーズン最初のバスコセ新聞は2月18日モンテリオ山形戦。見どころは現役時代ヴァンフォーレ甲府に在籍していた渡辺進モンテリオ山形コーチ、当時の様子をヴァンフォーレ甲府サポーターが熱く語ります。その他にも見どころ満載、バスコセ新聞ホームページでご覧ください。 J リーグヴァンフォーレ甲府のホームゲームを10倍楽しめちゃうフリーペーパー、バスコセ新聞は甲府駅南口シャトルバス乗り場にて絶賛配布中。土曜の夜の生放送、おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉、おがちゃんに学べ。マスター君のマスターピース。このコーナーでは当番組のキングオブ常連ことラジオネームマスターさんのセレクト曲をご紹介します。はい、今週もパーソナリティの応募の犠牲になったマスター君が選んだ珠玉のマスターピースを味わっていただきましょう。はい、はい、ということでね、あのね、CM ではね、みかどさん出張ってましたけどね。ちょいちょいいるからさ、なんかいない感じしないよね。そうね、確かに確かに。すごいね、いないのにいる感じがするって。すごいですよ、存在感が。やばいよね。やばい。だからやっぱりね、台本でセリフいらないと思うんだよね。そう、私もそう思うわ、なんか。ね、もういいんじゃない？もういいかもね。ね。はい。そう、ね、尺の時間だけこうしっかり終わりですっつって、そうそうそう、それこそね30秒とかでね。いいですね、30秒でお願いします、30秒でお願いしますとか言ってそれいいな。はい、ということでね、今週も素敵な曲が届いておりますが、はい、福山さんからじゃあメッセージ紹介お願いいたします。はい、マスターさんからのメッセージを紹介させていただきます。はい、間違った日本のイメージを諸外国に植え付けた映画で有名になったこの曲、千葉真一が服部半蔵としてユマサーマンに刀を授けたり、栗山千春がゴーゴー夕張という意味不明な名前の女子高生でチェーン付きの鉄球を振り回したりと、昔から現代までの日本っぽさが、随所に散りばめられつつも全てが間違っている映画でしたね。脚本監督のクエンティ・タランティーノは日本通でもあるため、無知、勘違い、誤解ではなく日本映画のオマージュなのはわかるのですが、日本人からしたら突っ込んだら負けと思ってみるのは正しいのかもしれません。逆に外国人からしたらこの曲でも和を感じる人もいると思いますということです。なるほど、ありがとうございます。これはあれなんですかね、この映画はリアルタイムで見た世代ってどの年代なんだ。あ、私たちじゃない、だからまあ、マスター君同世代っていうか同い年だからと思うんですけど、うん、40代ぐらいの人たちだと思いますよ。なるほどなるほど。そう、自分これ聞いたことはあって、あ、多分ね見たことはないのかもしれない。そうか、そうそうそう、私は見てない。見てない、あ、見てない。うん、でも確かにな、うん、栗山千明とかこういうキャラやるんですね。いや、もうこれで多分やっぱ結構有名になってたんじゃないのかな。あ、栗山千明が、うん、その前はモデルさんっていうイメージのが強かったから、うん、そうそう、確かにね、まあ、綺麗で、そうですよね、うん、確かにもう女優、そうね、自分もやっぱりなんていうの、あの生まれた時から例えば女優だったとか、やっぱり生まれた時からこう、うんうん、なんていうの、アイドルじゃなくてもう、うんうん、あの俳優になった後というかね、うんうん、そうそうそう、でも昔はなんていうの、あの曲で売ってたんだよとか、あ、でもそうね、いっぱいいると思うんですけど、そうですね、そうイメージつかないなみたいな感じで、うん、確かに日本映画と言われて、まあ、うん、間違っちゃいないのかもしれないけど間違っちゃうみたいな感じではあるかもね。確かにね、もうね、忍者がね、うん、そこら中にいるみたいなねイメージとか、あー、一昔前ありましたからね、外国人ね、うんうん、そうね、まあね、確かに、まあね、今 SNS あるからね、あのなんていうの、違いというかさ、うんうん、なんか間違ったイメージみたいなのが少なくなったと思うんですけど、うんうん、まあ私たちもきっと間違ったイメージは外国には持ってるよね。
確かに確かに絶対持ってると思う、うん、ね、多分フランス人なんかみんな素敵みたいなさイメージ、あ、わかる、確かにわかる、それはだいぶだいぶ写真は夏よ、あの彼ら夏よ、あ、そう、お、そうなの、そうなんだ、フランス一応短期だけど留学してたからさ、あ、そうそうそう、ね、そういう、あ、ですね、素敵なね、あの経験も落ちて、そうか、ね、フランス、確かに何かフランスって、うん、あのそれこそドレス着てそう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 お茶してる人たち上流階級みたいなイメージがいつまでもあるよね、うん、あとね、うんうん、なんか理由こう言う時に理由はとりあえず3つあるとか言って、そう3つあるってところから定型文から言い始めて、定型文から始めるみたいな、実際2つしかないみたいなとそういうなんかなんだよそれ、何そのイメージ、何なのそのイメージあ、これもね多分全然違うと思うんですけどね、はい、ということでこの曲で有名になったという曲なんですが、じゃあちーちゃんから曲紹介お願い します。はい、それでは聞いてください。マスターさんが選ぶ今週のマスターピース、布袋寅泰、バトル・ウィザウト・オーナー・オア・ヒューマニティ。ピース・ピース。ゴルシちゃんもおすすめの、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉、聞いてくれよな。奥山ラジオ劇場、人は誰しも物語の中にいます。あなたの物語に疲れたら、月一土曜の夜、誰かの物語の中に迷い込んでみませんか。奥山ラジオ劇場、語り手は奥山静香です。今月の物語、神婚式より。神婚式、山本文夫。俺は女房を養う気なんか全然ないよ、というセリフを夫の口から聞いたとき、意外にも私はショックを受けた。多分、彼は私を褒めたかったんだと思う。そして、自分たちのことを自慢したかったんだと思う。それは、友人の結婚式の二次会での出来事だった。妊娠してしまったことが分かり、慌てて席を入れたカップルの結婚式で、それを羨ましがっていたどこかの若い女の子に夫が言った言葉だった。その子は、じゃあ子供も養わないつもりなんですか?と、夫に食ってかかった。作らないもん。わざとかもしれないが、小学生の喧嘩のように夫は子供っぽく言い返した。そんなこと言ったってできちゃったらどうするんですか?だから、できないようにしてんだよ。じゃあ、奥さんが赤ちゃん欲しいって言ったらどうするんですか?だから、作んないって言ってるだろ?そんなの変よ!ああ、その酔っ払い二人を引っぺがせ!と、誰かが笑いながら言った。すると、あちこちから手が伸びてきて、至近距離で睨み合っていた彼らは引き離された。私も夫の腕をつかみ、自分の方に引き寄せる。どうしたのよ、ムキになっちゃって。ムキになんかなってない。あの子泣いちゃってるじゃない。後で謝っておきなさいよ。なんで謝らないといけないんだよ。おしっこでも行っておいで。私はそう言って、夫の背中を叩いた。彼は舌打ちしながらも、退場するきっかけがつかめてほっとしたのか、素直に洗面所に向かっていった。普段あまり飲まない人なのに、今日は珍しく酔っ払ってるようだった。二次会の会場は新郎の行きつけらしい小さなワインバーで、狭い店内にはぎゅうぎゅうに人が詰まっていた。夫側の友人ばかりで、私の知ってる人はあまりいない。
最初から楽しくはなかった上に、夫にあんなことを言われて、私はかなり気分を害していた。先に帰ってしまおうと思い、人をかき分けて出口に向かっていくと、夫に絡んでいた女の子とばったり会ってしまった。さっきはごめんなさいね。なんだか今日は酔っ払ってるみたいで。女の子はまだ涙目のままだったので、仕方なく私はそう言った。きっとまだ20代の前半なのだろう。黒いミニドレスから首や腕や足が白く伸びていて、お人形のように可愛らしい子だった。奥さんが謝らなくてもいいです。露骨に反感を込めてその子が答える。すいません、この子も飲みすぎなんです。友人らしい女の子が割って入ってくる。私は曖昧に首を振り背中を向けた。その時、彼女が大きな声で言った。あなたたち変！それじゃ結婚してる意味がないじゃない！振り向くと、その子は友人たちからポカポカ頭を殴られているところだった。私は苦く笑った。私たちが結婚したのはもう10年も前のことだ。共通の友人を通して知り合って、食事をしたり、ホテルに行ったり、普通に付き合ったりしているうちに、利害が一致していることが分かって結婚することになった。彼はその頃駆け出しの CG アーティストで、6畳一間の風呂なしアパートにコンピューターと資料の山に埋もれるようにして暮らしていた。私は都心にある外国人が多いホテルのフロントで働いていた。まだ学生時代から住んでいた郊外のワンルームにいて、もう少し職場に近いところに引っ越そうかと考えていたところだった。だからといって即結婚となるほど、私たちは愚かでも割り切ってもいなかった。彼はとても用心深かった。一緒に暮らすのはいいけれど、子供を作る気はないし、部屋も別々にしてほしい。と彼は言った。そして、お互いを頼らず、自分の食いぶちは自分で稼ぎ、自分のことは全部自分でしていこうと提案した。私は賛成した。二人とも仕事の時間が不規則だったので、邪魔されずに睡眠時間を確保するには、部屋を別にする必要があった。仕事を辞める気はなかったし、子供を欲しいと思ったことはない。料理も好きではないので、食事を作らないでいいのは願ってもないことだった。というわけで、我が家にはほとんど家事が存在しない。食事はそれぞれ外で食べてくるし、洗濯も自分の分だけならそれほど多くはない。掃除は自分の部屋だけざっとやる。まるで友人同士で部屋をシェアしているような生活で、10年が経った。問題は何もない。あえて言うならば、リビングが夫の買った様々なマシンや、本や雑誌で埋め尽くされているので掃除のしようがなく、お客さんを呼べないことぐらいだ。でもそんなことは大したことではない。友達とは外で会えばいいだけのこと。両方の親は上京してきたりしないし、正月にはそれぞれ別に帰って一応機嫌を取り結んでいて、親の方も最初は戸惑っていたようだが、いつの間にか納得してくれた。なのになぜショックだったんだろうか。私は寝起きのぼんやりした頭で先日のことを思い出していた。夫は私を養う気は全然ないと言った。知らない女の子は私を睨んで結婚している意味がないと言った。あの日から5日が経った。そういえば5日間夫の顔を見ていなかった。私は早番が続いていたし、夫は納期が迫っているらしく会社に泊まり込んでいた。着替えとシャワーのために深夜ちょろっと帰ってきていたようだったが、私は眠かったので顔を出さなかったし、彼も私の部屋のドアをノックしたりはしなかった。今日やっと休みが取れて、私はキッチンテーブルの前にぼーっと座って牛乳を飲み、壁に貼られたカレンダーを眺めていた。あの子は夫が好きなのだ。嫉妬を感じるでもなく私は静かにそう言った。
綺麗にお化粧した顔をくしゃくしゃにして彼女は泣いていた。きっと自分の好きな男が意味のない結婚生活を送っていることに苛立ちを覚えたんだろう。確かに彼女の言う通りだった。私たちの生活に意味はない。何しろ生活そのものがないのだから、意味などあろうはずもない。リビングにはカーテン越しに日差しが差し込んでいて、まだ顔も洗っていないので目やにで視界が霞んで、散らかりに散らかった見慣れたはずの部屋が、なんだか不思議なものに見えた。テレビで見たドキュメント番組を思い出す。韓国の狭い団地の一室に暮らす5人家族。足の踏み場もないほど物で溢れた部屋は、この部屋によく似ていたけれど、あちらには生活があった。目の前の景色は混沌というよりは惨状で、ひんやりと沈み、埃が光に滲んでいた。映画のセットのように、現実感に欠ける。おセンチ入ってるなぁ。独り言を言ってその勢いで立ち上がり、バスルームに向かう。途中で玄関に脱ぎ捨てられた大きなエアマックスを発見した。閉まった夫の部屋のドアを振り返る。帰ってきているのだ。だからといってどうということもない。私はパジャマを脱いで洗濯機に放り込み、シャワーを浴びた。水温を控えるようなことをしていたのは最初のうちだけだった。気にしていたらキリがない。相手がいようがいまいが、ただ自分のペースでやるだけだ。無理して遠慮すると自分も遠慮してもらいたくなる。お互い自由勝手にしていた方が衝突しないで済む。私たちのそんな暮らしは友人知人の間に知れ渡っていた。大体は驚きをもって、時には尊敬やら軽蔑やらを込められて私たちのやり方は語られているようだった。家賃も公共料金も完全折半。食事も割り勘。もちろん電話も別の番号を持っていて、私たちは何も干渉し合わず暮らしている。お互い仕事なのかそうでないのかは知るよしもないので、外泊は自由だし、旅行はカレンダーに書き込んでおけばそれでよし。2泊3日ぐらいだったら黙っていても大丈夫だ。子供は作らず、家も買わず、お互いの実家には葬式でもない限りは出かけない。自分の親は自分で面倒を見る。夢のような結婚生活だった。最初の2年ぐらいまでは。2人でお金を出し合って小綺麗なマンションを借りた。休みはなるべく調節して同じ日に取るようにし、海辺や温泉に一泊でドライブに出かけた。お互いの仕事の話を興味を持って聞き、人間関係のトラブルも打ち明けて、一緒に対応策を考えた。夏休みには奮発して、長い旅行に出かけた。忙しくて休みが合わない時はどちらかのベッドで一緒に眠った。夫は私の一番の友人だったし、彼も同じように感じてくれていたと思う。二人の間にしか通じない冗談で笑い転げ、触れ合っているだけで、うっとりと安心できた。私たちは自分たちのやり方に自信があって、そして自慢に思っていた。いつからだろうか、そのカラフルな世界が次第に色を失っていった。私たちは特殊がられているようだが、おのおのはそれほど特殊な人間ではない。その証拠に望んでいた生活が手に入ったら、次第にそれに飽き始めてきたのだ。新婚の頃はイチャイチャしても、だんだん配偶者なんかには胸がときめかなくなる。これが普通でなくて何なのだろう。いつしか私たちは、お互いの仕事や友人の話をそれほど興味を持って聞かなくなった。悩みも打ち明けたところで、親身になって相談に乗ってくれるわけではないので話さなくなり、二人で出かけても楽しくはなくなった。休みを調節する面倒も放棄するようになった。
こうしてすれ違いになることが増えてから随分経つ。寂しくないと言ったら嘘になるだろう。では、夫の顔が見られたら、話ができたら、セックスができたら寂しくないかといえば、そうではない。夫はすでに私の一部である。他人でないので、会っても寂しさは紛れない。寂しさを紛らわしてくれるのは、他人であることを私は知った。シャワーを済ませ、適当に髪を拭って裸のままバスタオルに首をかけ、私はバスを出た。するとそこで、夫の部屋の扉が開き、起きてきた夫と目が合った。おはよう。少しもひるまず彼は言った。うるさかった？いや別に。よれたスウェット姿のままボリボリ頭をかいて、彼はリビングに向かった。私は自分の部屋に行って下着をつけ、L サイズの T シャツだけ着た。リビングに出ていくと、私がさっき座っていた椅子に夫が腰掛け、眠そうな顔でタバコを吸っていた。仕事終わったの？冷蔵庫を開けながら私は尋ねてみた。本当に興味があるわけではなく、ただの社交辞令だ。終わった。そっちは？今日は休み。何時頃帰ってきたの？明け方かな。缶コーヒーを出して私は彼の斜め前に腰を下ろした。ソファーもあることはあるのだが、その上には物とゴミと埃が積もり、ここ一年ばかり座った記憶はない。飯でも食うか？プルタブを開けた時、夫が言った。私は黙ってコーヒーを飲む。無視したわけではなく、誘われたとは思わなかったのだ。飯でも食うか？もう一度同じことを彼は言った。やっとそれが夫の独り言ではなく、私に言ってるのだと気がついた。徒歩2分のところに借りている駐車場まで歩いていくと、夫の車がまた変わっていた。この前、と言っても1年以上前だが、乗った時は銀色のローバーだったのに、夫がキーを差し込んだ車は濃紺のボルボだった。車また買い替えたの？すごく昔、まだ結婚する前は助手席の扉を開けてくれてから彼は車に乗り込んだ。今でもよその女の子にはそうしているのだろうかと考えながら、私は助手席に乗り込んでシートベルトを探った。簡単に返事をして夫は車を出した。MD からはどこの国のものか定かでない変なリズムの音楽が流れていた。うどん食べたいなぁ。ファミレスでもいいけど。しか言えないの？不毛な会話ではあったが、険悪というわけではなかった。険悪になるほど、私たちはお互いに求めるものがなかった。夫はしばらく車を走らせて、和食系のファミリーレストランに車を入れた。私も人と何度か来たことがある店だ。窓際の広い席に私たちは通されて、それぞれのタバコに火をつけた。私はメニューを眺め、夫は窓の外を眺めている。話題がなかった。これが他人なら何とか話題を見繕う努力もするだろうが、夫が相手なら黙っていても別に平気だ。やがて来たウェイトレスに私はうどんセットを、夫はメニューを見ずにアジのたたきセットを注文した。ここよく来るの？たまにね。私の質問に彼はぼそりと答えた。横を向いたきりの夫を私は眺めてみる。30代の半ばにはとても見えない。流行りの髪型、流行りの形のメガネ、クラブキッズのようなトレーナー。出会った頃に比べたら随分痩せて、顎の線が切れ、武将髭には色気さえあった。
かっこいいな。口には出さずに私はそう思った。こんな様子のいい男と私は結婚してるというのに、なぜだか全然実感が湧かなかった。私がいつもこの店に一緒に来る男は、夫ほどいい男ではない。量販店で買ったスーツを着た冴えないサラリーマンだ。もしかしたら、夫は私たちを見かけたことがあるのかもしれない。一緒に出かけるのを久しぶりだね。何を思ったか、突然夫がうっすら笑って話しかけてきた。先週、笠井くんの結婚パーティーに行ったじゃない。あれって先週だったっけ？曜日感覚ガタガタだな。忙しくてテレビ見ないと曜日がわかんなくなるよね。タモリクラブ見ると明日はゴミ出さなきゃとか思う。ちぐはぐな会話を交わしているうちに食事がやってきた。私たちはそれを黙って食べる。うどん3分の2ほど食べたところで、ジーンズの尻に押し込んであった携帯が鳴った。箸を置いて私は電話に出る。今日何時頃来る？聞き慣れた恋人の声が耳に響いた。何時でもいいけど。じゃあ俺ちょっと用事で新宿に出るから待ち合わせる？いいよ、どこ？6時にドトールは。わかった。じゃあね。ぷつりと携帯を切る。夫の様子は何もどこも変わらない。びくともせずに食事をしている。そして、私も悲しいほど何もどこも動揺してはいなかった。人は停滞に耐えられないのものかもしれない。この10年の間に夫は何台もコンピューターと車を買い替え、私は何人も恋人を変えた。そうしてもがいても、閉じてしまった縁は膨らんだり縮んだりするだけで破けたりはしなかった。家を買う予定もなく、子供を作る予定もなく、ふるさとに帰る気もない私たちには根本的な変化が訪れない。レールの上をただぐるぐる回っているだけだ。その日暮らしの私たちはそれぞれ裕福で、でもそれは服や食事や遊びに使えるお金があるというだけのことだった。周りの同年代の人たちに比べたら確かに若く見え、自由に使える時間がたくさんあるが、本当にやりたいことに時間とお金を費やしているかというとそうではなかった。夫のことは知らないが、私にはやりたいことなど何もなかった。有名なデザイナーが設計した都心のマンション、聞こえのいい仕事、女優が通っているというエステティックサロン、海外の高級リゾート、そして年上でも年下でも独身でも既婚でもどんな男性との恋愛も本当に私を変えたりはしなかった。夫と離婚してこの人と人生をやり直そうと思う人もいなくはなかった。けれど半年も付き合えば最初の情熱は冷めてしまう。そしてどの人と結婚しても同じことのようになる気がして、どの人でも同じならば今の夫でいいという結論に達していた。はっきりとは知らないが、夫にもいくつか恋愛があったのだと思う。そういうことは気をつけていなくてもなんとなくわかるものだ。でも、私は見て見ないふりをしていた。自分のことは棚の上にあげて感情的に責められればよかったのだが、そんな力は湧いてこなかった。他の女の子のところへ行きたいのなら行けばいい。私に止める術はない。何時に帰ろうが、どこに泊まろうが私たちは自由だ。何しろ私たちは婚姻届すら出してはいないし、もし出していたとしても行動の自由は変わらない。どっか行くなら送ってこうか。食事を終えて車に乗ると夫はそう尋ねてきた。一回帰る。国道に出ると午後の日差しが車に差し込んできて、私は助手席の日よけを下ろした。すると何かがひらりと舞い落ちてきた。
拾ってみると、それは郊外にある動物園の半券だった。黙ってそれをダッシュボードに入れる。サングラスをかけた夫は、こちらを見ようともしなかった。動物園に一緒に行ったのは、パーティーの時に泣いていた女の子だろうか。夫は、彼女に恋をしているのだろうか。席も入れず、友人が開いてくれた小さなパーティーだけで私たちは結婚した。紙切れ一枚や指輪の一つに縛られるのはおかしいと若い私たちは語り合った。一緒に暮らせればそれが結婚だと信じていた。けれど、今では泥沼になった宗教戦争のように最初の理由が忘れ去られていた。夫に養ってもらいたいなんて思ったことは一度もない。けれど、あの一言はグラグラになってもかろうじて立っていた私たちの結婚のつっかえ棒をガクンと外してしまった。車が道を左折すると日差しが真正面に来て私は思わず目を細めた。その途端、スルリと頬に冷たいものが滑り落ちた。私は光の中にいる。望んだ楽園の中に立っている。理想という白く輝くドアに閉じ込められて、私はただ自分の無力さに呆然としていた。もう、別々に暮らす？黙ったままただ泣いている私に、夫が言った。あまり考えもしないで、私はうなずいていた。夫が引っ越すとなると何台ものマシンや大量の資料を動かさなければならないので、荷物の少ない私の方が出ていくことになった。彼は申し訳なさそうにしていたが、私は10年住んでほとんど掃除をしたことのない部屋に置いていかれるよりは、いろいろ出費がかさんでも新しい部屋に移る方がよっぽど嬉しかった。離婚するの？私が一人暮らしをすると聞いて、恋人は怯えたような顔で聞いてきた。安物のスーツがきちんと壁に下げられている。それにはちゃんとブラシがかけられていることも私は知っている。夫はおしゃれだが服の扱いは乱暴で、着るものをハンガーにかけたところなど見たことがない。さあ、どうなのかな？どうなのかなって自分たちのことだろう。半年ほど前に飲みに行った先で知り合ったこの人は、神経質で真面目で気が小さくて優しい人だ。夫とは何もかも違う。大体私たちは法律上結婚してないんだもん。これで別居したら内縁の妻でもなくなるんじゃない？眉を潜め、恋人は私の顔を見た。心配しているのか、軽蔑しているのか、わからない。そんな顔しなくったって、あなたに結婚を迫ったりしないわよ。彼がペーパーフィルターで丁寧に入れてくれたコーヒーをすすって私は言った。彼の部屋は学生時代のままこたつや勉強机が置いてあって、妙に居心地がいい。まるで実家で父に憎まれ口を叩いているような感じがした。わかってるよ。しばらく黙っていたかと思うと、そう彼がつぶやいた。傷ついたのは彼の方なのに、私は少し泣きたくなった。慌ててジャケットを掴んで立ち上がる。もう帰るの？うん、ごめんね。荷造りしなきゃ。彼は弱々しく笑顔を作った。私は喉まで出かけた言葉を無理に飲み込んで背中を向ける。一緒に暮らしてほしいと言えば、この人はきっとそうしてくれるだろう。けれどそれでは同じことになる。他人だからこそ私は彼が必要だった。他人でなくなれば急に遠くなってしまう。自分のものにすることだけが愛情じゃないと私は自分に言い聞かせた。また来ていい？から元気を出して、私は玄関先で彼に問いかけた。
見送りに立ってきた恋人は返事をせずに視線をそらした。部屋に帰ると夫が大掃除をしていた。リビングに散らかっていた雑誌を紐で縛り、水を張ったバケツの中には汚れた雑巾が泳いでいた。どうしたの？あなたが引っ越すわけじゃないのよ。いやー、なんか片付けてみたくなって。今更遅いんじゃない？私が笑うと夫も声を出して笑った。私が出ていくことになってからなんだか夫は元気になった。どうあがいても手に入れられなかった変化が訪れてきっと嬉しいのだろう。そう思うとちょっと尺に触るが、実は元気になったのは私も同じだった。日々の変化に私たちは二人ともややハイになっていた。ジャケットとバッグを置き、自室に戻る。引っ越しは明日なので、私の部屋には荷物を詰め終えた段ボール箱がいくつも置いてあった。整理してみると、私の持ち物のほとんどは洋服や靴やバッグだった。その時は欲しくて買ったはずのものなのに、改めて見てみると、流行が去って着られないものばかりで、思い切って半分以上処分してしまった。あとは身の回りのものをスーツケースに押し込めばいいだけだ。あっけないものだ。リビングに戻ると、夫が古いコンピューターを一人で持ち上げようとしていたので、手伝おうかと声をかけた。ああ、悪い。買ってきた時のように発泡スチロールで二人で梱包し、二人で苦労してそれを箱に収めた。売るの？これ。大した金にはなんないけど、捨てるよりはいいかと思って。じゃあ私持っていこうかな。いいよ、持っていきなよ、セットアップしてやるよ。優しく言われると驚くほど胸が痛んだ。彼のそばを離れキッチンへ汚れた手を洗いに行く。終わりを目前にしなければ優しくなれないのが悲しかった。だったら始めなければよかったような気さえする。誰か女の子と暮らすの？タオルで手を拭いて私は尋ねた。まるで彼のおばにでもなったような気持ちだった。まさか、もう十分だよ。君の方こそ誰かと住むんじゃないの？ほんの少し咎める口調で夫は言った。とんでもない。とんでもなくはないだろう。私も十分堪能しましたから。と、私たちは乾いた笑い声を立てる。笑った後のリビングは、花火が消えた後のように、しんと寂しかった。床にあぐらをかいたまま、夫はタバコに火をつけた。昔、私が送ったジッポが、カチリと音を立てて閉められた。じゃあ、私は寝るね。明日は早いから。あのさ、自室のドアに手をかけた私に夫が言った。別れの言葉なんか改めて言われたくなくて、私は急いでドアノブを回す。考えたんだけどさ、聞きたくない。振り返らずに私は言った。区役所、行かない？ゆっくりと私は彼の方を見た。横を向いたまま、夫が私に向かって何か畳んだ紙を差し出した。何それ？婚姻届。と、夫は唇を尖らせていった。その顔は、パーティーで女の子と喧嘩をしていた時と同じ表情だった。ガキ、と私は内心思った。翌日の引っ越しは業者の人と女友達でつつがなく楽しく盛り上がって終わった。夜にはさらに何人か友人が来てくれて、近所に見つけた居酒屋で私の新しい生活のスタートを祝ってくれた。朝からずっと肌動いていて、すきっ腹にお酒を飲んでしまった私は、段ボール箱と荷物が散らばる部屋に帰った途端、
マットレスのままのベッドに倒れ込んで眠ってしまった。まだカーテンもつけていない窓から朝の日差しが差し込んできて、私はゆらりと目を覚ました。一瞬ここがどこで自分が何をしているのかわからなかった。のろのろと起き上がり、自分の汚れたままの手や汗臭いシャツを見下ろした。筋肉痛なのか、体中がギシギシ言っていた。ペンキの匂いがする真新しいトイレで用を済ませ、洗面所の蛇口をひねって水を出した。まだ石鹸を出していなかったので、冷たい水だけで丁寧に手を洗い、そして顔を洗った。その途端、タオルを出していないことに気がついて、仕方なく私はシャツの袖で顔を拭った。冷蔵庫に飲み物だけは入れてあったので、缶のウーロン茶をしてきた。マットレスに腰を下ろし、私はそれを飲んだ。ふと気がついて、私はジーンズのポケットに入れたままにしてあった婚姻届を取り出してみた。広げてみると、夫の名前の横に、やや曲がってハンコがついてあった。紙婚式って10年目だろ？紙を出してみようよ。夫は昨日そう言った。予想していなかった出来事に私は仰天し、とりあえず差し出された紙を受け取って、考えてみる、とだけ言い置いて出てきてしまった。そして昨日の引っ越しの時、女友達にそれとなく、紙婚式って結婚10年目？と尋ねてみると、1年目じゃないの？と、あまり興味がなさそうに言っていた。芝が寄って、よれてしまったそれをひらりと放って、私は一人で少し笑った。彼の横に自分の名前を書いて役所に出せば、お互い少しは安心できるかもしれない。合理的で個人主義で一人で生きていけると思ってはばからなかった彼の裏側を初めて見たような気がした。ちっぽけで弱いのは私も同じだ。けれどこれではせっかく他人になった意味がなくなってしまう。自分のものでなくていいから友達になって助け合って生きていきたかったのに。紙切れ一枚が何をしてくれるとも思えない。手をつなぎ続けることはこんなにも困難で、断ち切ってしまう方が百倍も優しい。けれど、何も見えなくなってただ同じとこいるだけでも、ひたすら続けていればいつかは終わる。いつかは終わるのなら、私は冷たいウーロン茶を飲み干し立ち上がった。朝の日差しに私は目を細め、まぶたをこすった。そして、まだ開けていない段ボールのガムテープを剥がし、中身を次々と床に出していった。印鑑は化粧ボックスの隅から見つかった。けれど、黒く小さなハンコを握ったまま、私はうつむいたり、天井を見上げたりして、いつまでも、途方に暮れていた。今月の物語は、作山本文代、紙婚式より、紙婚式でした。はい、そんなわけで今日の物語のテーマは夫婦とはですよ。はい、ありがとうございました。はいはい、失礼いたしました。いえいえいえ、一人で全部やってるとね、あれです。ちょっとね、Facebook ライブのそう音声が出ちゃって、多分ね、かぶっちゃったんですね。失礼しました。ちょっと途中でどこを読んでるのか自分で分かんなくなって、あれ、ごめんなさい、ごめんなさい、今どこだっけ。失礼いたしました。失礼しました。ああ、そう、いいね。なんかいろんな形があるんですね、やっぱり。そうですね。まあね、それこそ、紙を出してないというね、結婚の形の人たちもいる。そうです。として。ね、事実婚とかね。事実婚とかね、そうですよね。内縁関係とかいう人も
いるけど、どうなんですかね、やっぱ紙はあった方がいいのかとか。まあそういうちょっとね、一枚、紙一枚に縛られたくないと言いながらも、やっぱり、それが意外と大事だったりすることもあったり、みたいなね。なんつって。結構考える内容ですね。なんつって、みたいなね。はい。そんな考えながらね、聞かせていただきましたけど、うん、原優子さんのね。はい、はい。曲でしたけど。はい。旅作。あれですね。ね。花咲く旅路はね、はい。これはいかにも和じゃないですか。和じゃないですか。和、うんね、ですね。いや、ね、話の流れのにかけて、あ、なんかこれ泣きそうと思いながら。はい、ねえ。すごいよかった。人生の旅路ですよ。本当ですよね。確かに。長い、なんていうの、旅路の中のこう、一ページみたいな感じですよね、それこそね。本当にね。神だけにね。うん、そう、神、ですね。うまいこと言ったつもりでいますよ。うまいこと言った感じですね。あ、そうですね、うん。はい。で、ラジオネームマスターさんよりメッセージご紹介しますね。はい。はい。前回の奥山ラジオ劇場で、次は神婚式と伺ったので、コメントを投稿させていただきますと。はい。神婚式を読んで同じ家で暮らしていれば夫婦なのか、婚姻届を出せば夫婦なのか、そもそも夫婦関係とは何かを考えてしまいました。書籍としての神婚式は、夫婦にまつわる8作の短編集となっており、8作あるんですね。はい。8作あるんだ。そうなんですよ。第三者から見たら表面上は円満な夫婦でも闇の部分が隠れているという物語が多めです。前半は結婚への幻想をぶち壊す作品が多いので。そうなんですよね。未婚の方々が読むのは注意ですが、あ、これ注意ですね。注意ですね。はい後ろのバツイチ、秋ナスね、うん、はい、神婚式まで読むと結婚にも若干の希望があると思います。夫婦の闇の部分に関して、うん、著者の山本文夫さんであったのかな、うん、のあってますよ、はい、実体験が見え隠れしていてとてもリアルなので、うん、夫婦関係であれこれ抱えている人は共感する部分があると思うのでおすすめです。特定のパーソナリティを想定しているわけではありませんと、ね、ちょっと興味ないですけど言っちゃってんじゃんそれねえ、まあいろんな形ありますからね、うん、本当にそういろんな形があるよね。そうなんですよ、うんうん、もうね、あの神婚式っていうこの本の中のその本当に八作短編集なんですけど、結構パンチの効いた話が多くて、うん、面白いんですよ、読んでみると。面白そう。うんうん、ぜひこれも見てもらうといいんですけどね。そうですね。うん、おがちゃん未婚だからね。あ、そうね。おがちゃん未婚だからね、なんかちょっと。確かに。いきなり闇を見せてもあれなんですけど。そうね。幻想はあんまりないかもしれないな、もう。あ、そう。なんかいろいろね、そう、見てます、見てますが、どんなやっぱり結婚して、あ、でもまだあれなのかな、幸せな人たちが多いのかな、多分。あ、そうか、周りがね、ね、そう、年齢。結婚したてだとね、そうそうそう。うんうんうん、うん。だんだんにこう、なんていうの、関係性がこう、変わっていくじゃないですか、やっぱり、ステージ減るごとに、ね、うんうん。そうですね、ステージが変わりますからね。うん、そう、子供生まれるとか、やっぱり、うんうん、そうね、本人が家買ったとか、買うとか、なんか保険かとか、なんとかかんとかみたいな感じでもいっぱいあるわけじゃないですか。うんうん、中で、なんか、愛犬の違いみたいなの、所詮は他人だなみたいな感じの多分思うんだろうなと思って。はい、ねえ、ちーちゃんどうですか、ちーちゃん。いやもうなんかね、いろいろあるんですよ。いろいろあるんだ。いろいろたくさんあって、そう、なんかありすぎてね、もうなんかどこから話そうみたいになっちゃってて。いっぱい持ってんな、俺。そう、ね。いろいろネタ持ちなんですね。ネタ持ってますよ、いっぱい。幻想ぶち壊すものもあるんですか。いや、でも私は、うん、幻想ぶち壊すっていうか、うちなんか両親が離婚してたりとか、うんうん、の兄のところも2回離婚してるのか彼は、うんうん、とかなんかいろいろあるんだけど、でもそれでもやっぱり他人と共に過ごす経験とか、うん、はいはい、そう、なんか家族、その籍を入れる家族になる。だから、その義理の親とかが発生するとかね。なんかそういう経験っていうのは、なかなか面白いと思う。うん。うん。そうね。うん、うん、うん。そうなんですよね。
長い目で見たらっていうと言い方はあれだけど、いやもう豊かな経験だと思うよ。まあ、うん、確かに、うん、一人だとなんか得られないものって結構あるなって思いますよね、やっぱり。そうそうそう、やっぱり人がいるから感じることとか、うん、あると思うんだよね。確かに、ね、この、まあ、この上婚式の中でもそうだけど、二人で暮らしていてもお互いのその自由があるっていうことをすごく尊重した結果、でも何も変わらない、二人でいても何も変わらないっていうことに逆にこうおかしさを感じていくわけじゃない。なるほど、ね、それもなんかすごい不思議なあれだなと思って。確かに、どっちだってほら夫婦とかになって一緒に暮らしてってなるとやっぱお互いの時間をこう共有し合っていくから自由がなくなったりとか、何かにこうお互い取られていくみたいなところが割と結婚ってね、こう注視されやすいと思うんだけど、うん、この話の中ではお互い自由なまんま何も変わらないということをいいと思ってたのに、うん、なんかそれじゃ寂しくなるんだっていうのが、うん、それは面白いなと思って、うん、いや、ね、そう面白いと思いますね。ないものねだりな感じなのかな。そうなのかも ね、 ね、あれでもなんかね、面白い、そのタイトルが神婚式だから、神婚式が1年目だっていうの知ってたんだけど、はいはい。そう、なんか、その、婚姻届を出すことの神、としての神っていうのとかけてるで、うんで、10年目だよねとかってなんか、最後のオチ違うよみたいな。おいおい、間違ってんじゃんみたいな。間違ってるよみたいな。なんかそこもすごい、あ、うまくできて、なんで神婚式なんだろうって思ってて。確かに確かに。ね、神にこだわらない。買ったのに結果紙って結ばれるか、まあ、悩んでるって面白いよね。そうね、うんうん、そういう選択肢もあるなっていう。確かに確かに、うんうんうん、確かにね、戸籍とかね、見る機会もちょっとあるんで、仕事上。あ、そうなると、そうなんだ。そうそうそう。そうなると、なんか遍歴というかね、なんかどう生きてたのかなっていうのが見える部分も、なんか、うん、あ、なんかこういう世界もあんだなと思いながら、うんうん、そうそうそう、感じる時あって。うん、うん、ね、うん、そう。真面目に言うとね、うちの、まあ、旦那さんの仕事の関係で、やっぱり席に入っておかないといろいろ不便みたいなことはある。確かに。やっぱり。そうだよね。結構その同性婚カップル、あ、同性婚っていうか、うんうんうん、まあ同性カップルの場合とかだと、その、よく言うのが、家に、その、引っ越しするとき、住むときになかなか手続きが難しいとか、はいはい。あと、あれだよね、医療のその手術する時の同意とか、うん、あ、うん、確かに、え、家族じゃないですよねみたいに、うんうんうん、言われちゃったりとか、うんうん、でも本人たちはいやいや夫婦ですよ、うん、みたいなね、そうだね、そう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 、確かに、ね、うん、そうね、だから本当そういう同性のカップルとか、うんうんうん、別に必要ないじゃんって言う人もいるかもしれないけど、亡くなった時とかに、うんうん、その家族として認められた中、お葬式も没収になれないとか、そう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 、そういうのがやっぱりあるっていうのを聞いて、いろいろやっぱり手続き上の問題がすごい発生するから、ね、そうなんだって、うんうんうん、なるほどね、親に打ち明けてないから、うん、葬式にも出れなかったとか、うん、そういう話もあるらしくって、うわ、そう考えるとねと思うよね、確かにね、うん、いろんなね、生き方があるから、いろんなのがね、認められていいかなって思いますよね、やっぱり。ね、うん、いや、ね、やっぱり多様なあり方っていうのを認めていきたいと思うよね。うん、そうね。めっちゃ考えさせられましたね、本当に。ありがとうございます。本当考える。本当ね。え、なんかね、ちょっと、なんか、個人的におばちゃんに聞きたいんだけど、はいはい。その、未婚の人なんか、うんうん、こう結婚に対してのイメージとか、こう最近ほら結構結婚しない人とかが増えてるみたいな話で、はいはいはい、確かに、なんかそう、その辺はどうですか、おばちゃんは。あ、でも結婚式にこう参列したりすると、うん、やっぱり憧れとかありますよね。あ、まあ、それが幻想かもしれないけどね、ここで言ってね。でもあれはあれでやっぱり楽しいしね。
そう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 。結婚式は結婚式で楽しい。そうですよね。だって奥山さん結婚式作ったもんね、自分のね。自分で作ったから、ね。プロデュースしたもんね。そう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 。結婚式自体をもう自分たちで夫婦でプロデュースして。いいですね。まず舞台ね、やってるから、舞台やってる感覚で全部台本旦那と作って、いいですね、スタッフも自分の知り合いにお願いして、式場の人とかじゃなくてお願いして、みたいなことをやって、いいですね、うん、そういうのをやったんで、大変でしたけどね。でも、うんうん、まあ、思い出としてはすごい良かったなと思う。うんうん。うん、なんかイベント、一個のイベントとしてなんかやった方が得だなっていう感じはある。そう、かも、経験かなと。私もね、うん、なんかそれはおすすめしてるですよね、うん、それはそう思う、うんうん、やらないって夫婦でいるよりはやった方が絶対なんか乗り越えたからそうそう、やらないと別に、もちろんやらない選択肢があっても全然いいんだけど、うんうん、ね、この今回の物語の主人公たちみたいに、うんうん、そうやらないも全然ありだけど、うん、私はまあ割とやった方がいいかな、せっかくなんで、うん、ちなみに私たちもあのプロデュースして、あ、自分でプロデュースっていうか、あの、ね、自分でプロデュースの人たち、そう、お金のいらない式っていうのをやって、あで、なるほど、ご祝儀禁止なんですそうだった、うちもそうだった、あ、同じ同じ、うん、すごいすごい、うんうん、すげえ、この流れだと僕もできて、そう、そういう感じになっちゃうね、たぶん。いやいや、ちょっと教えてもらってね、やれればと思います。あ、言われますよ、言われますよ、全然。でも多分全然、おがちゃんの、なんかお友達とか知り合いいっぱいいると思うから、うんうん、全然できちゃうと思う。うん、そう。で、なんか、ご祝儀禁止の代わりに持ってきてもらいたいのは、あなたの才能を持ってきてくださいっていうことにして、で、あの、料理とかもみんなで作ってきて、持ち寄り。すごい、料理まで。そう、料理も、ね、そうそう。で、なんだろう、服とか、こう、うん、できる人とか、こう、髪の毛セットしてもらえる人とか、なんかいろいろ募集して。うんうんうん、え、すごい。うんうんうん。山でね。山で山で、そう。山でやりました。すごいね。結婚式トークだけで2時間いけるかもしれない。あ、そうなの、そうなの。そうかも。そうかも、そうかも。止まんないんだよね、私これ。このネタ大好き。いや、いいね。そうだ、最後にマスターさんから、次回はエクニカオリさんリクエストしても良いですか。おお、わかりました。エクニカオリさん短編ちょっと探しておきます。はい、はい、ということで、はい、もうね、素敵な世界にまた引き込まれましたけどね、うん、ありがとうございます。次回もお楽しみにということで、はい、途中失礼いたしましたが、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、あれですね、ちーちゃんからの曲ですね、こちらは。はいはい、ご紹介いただいてもよろしいですか。なぜこの曲か。はい。美空ひばりさんの川の流れのようになんですけど、はい。和を感じるで言われて、うん、なんとなくパッと思いついた。なるほど。なんとなくね。そうね。ばっくりしてますからね、やっぱりね。タイ、あれが。選曲テーマがね。うん、そう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 。うん、うん。なんだろう、なんかこう、和、うん。難しいね。あの、すごい久しぶりにカラオケに行って、はい、すごい、もう一年ぶりみたいな感じで行って。まあね、なかなか行けないからね、うん、そう。なかなか行けないからね、そう、あの、これを歌ったのね。ああ、いいじゃないですか。で、そう、なんか、和といえば、やっぱりひばりさんかな、みたいな。なるほどね。それはある。絶対に歌姫ですから、日本の。いや、なんか、いいでしょ、なんか。そうね。人生を感じるみたいな感じのね。確かに、確かに。うん、ね、あれ、つながってますね、この物語。そうそうなんですよ。なるほどね。二曲ともつながってるから。つながってる。そうそうそう。花咲く旅路も、そう。そうね。うん。いいですね。あ、これをね、あの、選曲してきたお二人と、ここに配置した僕もじゃあみんなで褒めていただければと思いますので素晴らしい、はい、みんなありがとうございますということで、改めて曲紹介をお願いしますはい、美空ひばりさんで川の流れのようにお願いします。2023シーズン最初のバスコセ新聞は2月18日、モンテリオ山形戦。見どころは、
現役時代ヴァンフォーレ甲府に在籍していた渡辺進モンテリオ山形コーチ、当時の様子をヴァンフォーレ甲府サポーターが熱く語ります。その他にも見どころ満載、バスコセ新聞ホームページでご覧ください。 J リーグヴァンフォーレ甲府のホームゲームを10倍楽しめちゃうフリーペーパー、バスコセ新聞は甲府駅南口シャトルバス乗り場にて絶賛配布中。今夜もてっぺんまでファンキーに打ちまくる、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉ラジオ飯テロプロジェクト。埼玉市、埼玉県を中心に美味しいお店、素敵なお店、面白いお店をご紹介するラジオ飯テロプロジェクトのお時間です。今夜もド派手に飯テロ爆弾をお見舞いしてやるぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、めっちゃねトークして押してますけどね、だいぶ押しまくってますね。はい、結構盛り上がっちゃった。そうね、これね、あの帝さんがいなくても押してるというね、なんていうことだ、巻いていこう、まごまご。じゃああれですね、まずじゃあちーちゃんから初のお店紹介で、はい、よろしくお願いしてもよろしいでしょうか。はい、私からでいいですよ。はい、うんうん、私からぜひお店名を、はいはい、紹介したいのはカフェレストランバオバブさんですね。おお、カフェレストランバオバブさん、はい、ね、うん、これは桜区の白桑っていうところにあるお店で、ほうほうほう、うん、ちょっとね、あのだいぶ埼玉市でも西の外れの方ですね。西の外れなんだけど、まあ、で、うん、結構隠れ家的なお店なんだけど、めっちゃうまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。何が美味しいんですか？そう。で、ここの名物は、鹿肉と小江戸黒豚の手ごねハンバーグです。うん、おお。すげえ。鹿？鹿。鹿。ジビエの？ジビエ、そう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 。あ、ジビエ系。そう。うん、と、まあ、地元のね、あの、小江戸、あの、川越の黒豚。はいはい、のそうハンバーグなんだよね。うーん、ちょっとねこう食感がこうゴロッとしたような食感があって、でも全然ジビエなんだけど全然臭みはなくて、うんうん、そうそうそう、でまあペッパーソースがやっぱりおすすめかな。そうなんだ。ソースはいろいろ選べるんだけど、うんうん、そうそうそう、ペッパーソースあんまり聞いたことないですね。うん、確かにそうかもね。あれか、やっぱり臭み取れるからね、やっぱりそうかもね、うんうんうん、そういうことなのかな。ピリッとアクセントですかね。うん、確かに、うんうんうん、あ、美味しそうね、うん、あ、いろんな種類確かにあるわな、ね、ケチャップみたいなのもあるし、めっちゃうまいです。うん、何食べても美味しい、ここね。確かに、なるほどね。ケーキとかもね、あの手作りで作ってて、で結構こう、うんうん、食材にこだわってる、はいはいはい、割と、まあ、100% じゃないんだけどオーガニック的な感じのお店です。うんうんうん、なるほどね。なるほど。そう。これ、あれですね。結構、なんだろう。店も木の作りというか、机も、うん、なんていうの、一枚板なのかな、わかんないけど、結構特徴的ですよね。そうなの、そうなの。そう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 。こう、ちょっと外観も可愛らしい感じで、こう、なんだろう。デッキがあって。うん。うん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 。確かに入り口がなんかね、ゲートというかね、木でできた、なんていうの、そうなんていうの、ウッドデッキ、ウッドデッキ。あ、ウッドデッキ。確かに確かに、うんうんうん、なんかヤシじゃないか、これ違うね、なんかでも南国っぽいっぽさもある、あ、ハワイっぽさ、ね、ちょっとハワイとかみたいな。確かにね、バオバブって名前がね、あれですかね、うん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 、熱帯系ですかね。うんうん、あ、そしてここに行くとですね、あの私の手も、はい、あ、私が描いた絵も漏れなく見れます。え、そうなの、絵描いてるの、
私絵描きなので。あ、そっか、ちーちゃん絵描きもやってるんですよね。絵描きもやってるというか、絵描きがなんかまあ本当にいろんな職業やってるんだけどいろいろやってるんだけど、絵描きが人生で一番古い職業ですね。そうなんだ。なる。一番最初に絵を売ったのは小学校2年生の時だ。おお、すごい。そうなんだ。そう、すげえ。その時売ってたんですか。もう売ってたっていうか、別に売ろうと思って売ってたわけじゃないんだけど、当然買ってくださった方がいらっしゃるんですね。買ってくださる方がいる。そうすごい。いいじゃん。そうか、絵描きさんなんだ。実はそうなんでございます。多彩。いろいろやっております。いいね。あれ、なんか名もなきウェブディレクターが前の自宅の近くですねってこうコメントしてるんだけどちょっと触れてあげましたけどね、本当に。おなんか、あ、そうか、確かにそうだね。前の自宅とかにいます、ね。あ、そうなんだ。今どこに暮らしてんだって感じだけど。そう食べたことあるのかな。ねえ、わかんないけど。ある？食べたこと、名もなきディレクターさんはあるんですか。あるんですかね。どうなんですかね。そう。あ、そっかそっか、2回あれしてんのか、引っ越してんのか。なるほどね。はいはいはい。見たことある。あ、なるほど。見たことある。もうちーちゃんの絵を見に行くためにもう行ってほしいよね、まずね。なるほどね。ね、そうね。そう。俺はぜひ行ってもらいたいね。はい、でもなんかどれが私の絵なのかよくわかんないかもしれない。あの、ちゃんとしときます今度まで。あ、そうなんかね、ポップみたいな感じでね、これ私が描きましたみたいな感じ。そう、描いてってくださいぜひ。まあまあ、でも メニューのイラストとかも挟み込んでる。なるほどね。うんうんうん。あ、いいね、すごい。です。へえ、面白い。もうね、味もあの絵も楽しめるということで ね。ぜひ。はい、素敵。楽楽、うん。駅だとどの辺なの？そう、あ、そう、駅だと一応与野本町が最寄り駅かな。うん、なるほど、与野本町から歩いて、うん、西側にね、うん、歩くって感じですね。歩くと25分ぐらいかかっちゃうので。なるほどなるほど。結構かかる。ことです。バスもあるんだ。大宮からバスか、新都心からバスか、北与野からバスか。なるほど。北浦和からバスか。なるほどね。あ、バス結構取ってね。あ、与野本町からもバス出てます。なるほどですね。おすすめです。はい。もう行ってみましょうということでね。はい、ぜひ近く立ち寄ってください。行ってみましょう。名もなきディレクターもなんかバスのルートまで書いてくれてますね。素晴らしい。めっちゃ詳しいな、このディレクター。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうめっちゃ近い。バスルート。じゃあですね、あの、福山さん紹介の前に、じゃあちーちゃんからのセレクト曲をご紹介お願いします。はい。うん。私で。うん、どうぞどうぞ。大丈夫ですか。はい、松任谷由実さんで春よ来いでお願いします。はい。はい、聞いていただいております。ユーミンのね、春よ来い。はい、いや、まさにそうですよ。雪降りましたからね、昨日ね。本当にね。かと思えば今日は暖かかったですからね、朝ね。めちゃめちゃ暖かかったですよね。けど夜寒いからね。そう。怖いわ、この寒暖差が。そう。ね、こうやって春になっていくんだなって、もう確かに日本ですよね。確かに。いいなぁ。そう。やっぱり春になるとね、この曲聴きたくなりますよね、春になるって言って。なぜかね。なぜか。いやー、春って一番いいっすよね。春はいいね。やっぱりね。花粉症とかないですか？大丈夫ですか？いや、めちゃめちゃ花粉症ですよ。私はないけどね。あ、ないんだ。あ、羨ましい。あ、羨ましいなー。確かに。そう、野生児だから。自分もね、二十歳ぐらいまではね、母親のこと笑ってましたけどね、本当にね、花粉症の母親は。そう。いや、突然来るからね、あれはね。でもそうらしいですね、なんか、ね。そうなんですよ。そう、だんだん溜まってくるみたいな。そうらしいですよ。油断してるといきなり来ますから、気をつけてください。気をつけておきます。ということで、松任谷由実の春よ来い聞いていただきました。はい、じゃあ、あれですね、奥山さんからご紹介いいですか。はい、はい、私のご紹介する、うん、メステロのお店は沿線食堂というお店です。沿線食堂、はい、はい、沿線食堂、こちらはですね、あの東武の、うん、東武鉄道沿線の人気
食堂を名物料理を集めたお店なんですけど、うんうん、へえ、私あの墨田区住まいなので、うんうん、埼玉のお店を知らないんですよ。で、墨田区で埼玉の食べ物を食べられるとかどこだと、うんうん、でこれ調べたんですが、うん、このね、沿線食堂っていうのは、このね、あの、鹿沼シューマイ、これはあの栃木ですけど、はいはいはい、鹿沼シューマイのお店と、うん、東武ラーメン店、これがあの埼玉の春日部なんですよ。あ、う、あ、ん。そう。で、あとね、幅広ひも川、古川っていう、ひも川うどん、うんうん、これ群馬なのね。うんうん、で、モホークっていう、ステーキ、かなのお店が、埼玉の春日部なんですよ。はい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 。靖国屋っていう栃木のお店が 1,2,3,4,5つ、5店舗この沿線食堂っていうところに入ってて、それぞれの名物を一挙に食べられると。へえ、なるほどね。はい、こういうお店がね、あの東部の新しく去年かなできた水町っていう、うん、あの墨田区側のところにある、はいはいはい、あの、なんていうか、商業施設まで行かないんですけど、そう、お店がちょっと集まったところがあって、うん、そこに入ってるんですね。うん、なるほどね。そうなんです。あれ？で、ちいちゃんはあれ？私ここでこれ食べたのは、うん、あの、何が一番いいかなと思ったんですけど、うん、でも、珍しいなと思ったのが、あの、かき揚げが入ったラーメン。かき揚げが入ったラーメン。そう。東武ラーメンの名物らしくて。へぇ、ラーメンにかき揚げが入ってんの。いや、聞かないね。ねあ、ないでしょ？ないないない。確かに、でも、あれ、写真入ってますね。そうなんですよ。ちゃんと。本当だ、入ってる入ってる。ね、天ぷらラーメン。天ぷらラーメン。これをちょっと行ってみようかなと思って食べてみたんですが。あのね、思ったよりさっぱりしてる。へぇ、そばに近いのかな、そしたら。それで合うのかな。なんかね、蕎麦っぽいんだけど、まあ、ラーメンってこうちょっとこってり的なイメージがあるんですけど、うん、いわゆるさっぱりめのあの醤油のスープに、はいはい、うん、あのかき揚げが乗っかってんですよ。確かにね。でちょっと困惑するのね、食べてるうちに、これ蕎麦だっけラーメンだっけって思うんだけど、でもなんかちょっと癖になる味。美味しかったですよ。なるほどね。そう、春日部なんかね、うん、ホームの中にあって結構いい匂いするんですよ、これ。あ、これホームの中にあるんだ。そう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 、だって7席ぐらいあるのかな、あれ、席というかね、立ち食いだから、あ、立ち食いのね、これね、こう 線みたいに引いてあって、うんうん、学生とかね、あの、まあ、おっちゃんとか女性の人もいたかな、うんうん、結構美味しそうだなと思いながら、自分その時ちょっと時間なくて行けなかったんだけど、うんうん、そう。で、あと横にコロッケラーメンもありますね。あ、そうそうそう、コロッケラーメン、コロッケラーメンってか、コロッケそばは割と食べるの、みんな。私コロッケそばもあんま食べたことないんだけど。もうない、私もないです。ない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 。立ち食いそば屋でよくさ、なんかコロッケそば食べる人いるみたいじゃん。あ、名もなきディレクターは食べるらしいよ。なるほどね。名もなきディレクターはやっぱすごいですね。あの、いろいろ食べてるね。確かにね。さすが。まあなんか、それのラーメン版なんでしょうね。でもなんかその、天ぷらうどん、うどん、天ぷらラーメンって食べたことないなと思って、それにチャレンジしてみたんですが。確かに。うん、美味しかったです。うん。ちょっと試してみる。見てほしいみたいに、ね、多分脳は理解をね、まず、うん、ってなってちょっとバグるんですよ一瞬、うん、なるほどね、うん、確かに確かに、これね、春日部にもあるお店が、うん、墨田にあるということで、そうです、墨田区の、押し上げ、押し上げと、うん、浅草と、うん、東京スカイツリー駅の間のところにある、うん、なるほどね。大体わかりました。はい、うんうん、はい、はい。川を渡ったところにあります。うんうん、はい、隅田公園っていうところのね、あの、そばにあります。あ、なんかね、今ほら、川を歩いて、うん、あの、鉄道の近くのところをこう歩いて渡れるようになったじゃないですか。隅田スカイウォークでしたっけ。階段あって、はいはい、そうです。あそこの、あそこを通り過ぎていくと、
あるところです。おお、なるほど、これは行きやすいね、はい、行きやすい、みんな行きやすい、まあ、旅した気分になりますね。あ、そうそうですね、我々、うん、は春日部に行った方が、あ、そうかも、確かに、そうかも、ちょっと本場行って食べてみてっていうのもあれなんですけど、ぜひ食べてみてほしいね。栃木群馬もありますからね。そう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 、なんならね、こっちはね行きづらい、ね、確かに、ね、栃木群馬はちょっとなかなか行きづらいでしょうから、うん、ここなら一気に食べれますから、確かにね、はい、関東5店舗、そうそうそう、旅した気分になってもらって、旅した気分、はい、いっぱい食べてもらって、今度私はここのモホークのステーキを行ってみたいな、そう、美味しそうだよねこれも。そう、美味しそうなのよ、すごいね、今日ステーキとかハンバーグとか重なってる部分もありますね、結構ね、そうね、うんうんうん、確かにいっぱいあるな、知らないところありますね、白いハンバーグとかね、なんかあれで見た、電車の中で見たかもこれ、電電が、へえ、うん、ということで、そう、東部の多分鉄道の中でこういうのオープンしますよみたいなのは確か見た記憶があって、それがここなんだって感じです ね、なるほどね、しましたね、はい、ということで、いやー、お腹空いてきた。自分もね、そう、自分はまた次回ご紹介しますので、はい、はい、ぜひそちらもお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、めっちゃ押してますね。ということで、ミステロは2発で以上となります。はい。では自分から和を感じる曲ということで、そうですね、月ってなんか日本らしさみたいなのが多分あるんですけど、なんでしょう。なんていうのかな、あんまりこうおぼろ月夜とかあるじゃないですか、うん、そうそうそう、なんていうのかな、ちょっと満月も美しいんだけど、なんていうのかな、真昼にこう白く見えてる月とかも割となんか好きだなっていうのがすごくあって、うん、そう、それもなんかに風流なのかなっていう感じで、うんうんうん、はい、こちらの曲を持ってまいりました、はい、では聴いていただければと思います。生き物がかり、真昼の月。土曜夜9時は大人時間、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。はい、やーかな、喋ってくれないからな、早速出てしまったかな。すみません、おまんじんでですね。あー、そうじゃな、ちょっと代理だからな、大変かもしれないかな。ごめんなさいね。ちょっと、こちらも一旦途切れてしまったりなんかして、ちょっときっかけをつかみ損ねましたわ。ああ、そうかそうか、はい。失礼いたしました。おまんじんじゃでございます。当おまんじんじゃでは、リスナーの皆さんの疑問やお悩みを受けたまわりまして、ご震災であります、小川ひまなしのみこと、略して、おがみさまがありがたい。なんだっけこれ、ご託戦じゃな、ご託戦をくださるというコーナーでございます。言葉難しいかな、うん、私失礼いたしました、宮司代理の奥山でございます。巫女の千佐子でございます。いやー、我が暇なしの巫女であるからな、なんとな、今日もな、たくさん願いが来ておるからな、ぜひなんないと申せな、奥山な。はい、思ったのですが、なんと、もう、お時間とのことです。なんと、呼ばれてきたのにな、なんということじゃな。はい、なんとなんと、はい、なんとなんと、そういうことか。はい、今日ちょっと私喋りすぎまして。あ、そうか。はい、尺が足らないということで。さようでございます。あら。申し訳ございません。申し訳ございません。さあ、この初の、務めだからな。はい。まあ、な、これでな、な、一回分稼いだということでな。だって、味方に請求しておけばなと思ってな。こんなんで一回稼いで。あ、そうじゃな。時給じゃなくて、一回で、カウントだからな。一回でカウントされてるんですね。あ、そうじゃな。ということでな。ということでございますね。ちゃんと請求書を作っておけな。わかりました。かしこまりました。それでは、うん、大変申し訳ございませんが、
おがみ様、次回もおいでくださいませ。おいでくださいませ。はい。では、今週のパワープレイ前の最後の一曲となります。この曲、まあ、ちょっと、真ん中の方まで聞かないと、なぜこの曲を選んだのかがいまいちわかんないと、そこまで聞こえるかなわかんないんですけど、はい、聞いてください。ジュディ&マリーで、京都。音楽制作ユニット TikTok とセカンドシングル We Are Lovers Now on Sale。 今夜の放送ももうすぐ終わる。もう少しお付き合いください。おがちゃんとミカドのオールナイト埼玉。オールナイト埼玉、今月のパワープレイなの。今月のパワープレイのコーナーでは EPMD サトシくんの独断と偏見で選ばれた一押し曲を毎週オンエアしていきます。2月のパワープレイはチルスポットネオンを消してという曲でございます。はい、うん、ということでね、はいはい、あれですけどチルスポット知ってました？知らなかったです。知らないです。そうですよね。EPMD は大学生ですから、まだ。そうか。そうなんですよ。自分もなんか聞いたことが、名前で聞いたことあるなっていう感じなんだけどね。最近のバンド、名前難しいですね、やっぱね。うん、いや最近のバンドかどうかわからないけど。まあでも、ねえ、ちょっと聞き慣れない。そうね。なんかね、結構、ほら、一時期、当て字とか流行ったじゃないですか、なんか。ああ。ね。キラキラネームとかなんとかみたいな。はいはいはい、はい。あと、なんていうの、漫画もどんどん名前長くなるみたいなね。確かにね。出ていけないなと思ったら、もう、歳なのかなと思いながら、歳というかね、若さがなくなったのかなという感じがします。辛いこと言わないでくださいよ。まあね。だから昭和みたいな放送をね、我々でやってますけどね。あ、そうですね。そうそうそう。もうね、暴力を受けた。若いんだから、まだ。あ、そう？ありがとうございます。ほら。いいね。もうアラサートークをしてますけどね。そうそうそう。まだまだですよ。じゃあ、早速、行きましょうか。改めて、ちーちゃんから、じゃあ、パワープレイ曲をご紹介お願いします。はい、それでは聞いてください。チルズポットネオンを消して。おばちゃんとミカドのオールナイト埼玉。いやー、というわけでね、エンディングですけれどもね、はいはい。ね、コーナー一つほぼ飛ばしましたけどね。人のこと言えねえじゃねえかって感じですけどね、って。いやー、楽しい。あれあれ？なんか聞き慣れない、聞き慣れない声聞こえるな。あ、ほんと？うん。聞き慣れないこと？違った？大丈夫？大丈夫？大丈夫ですよ。ん？はい。大丈夫、大丈夫。大丈夫ですか？福山さん、違うところ行っちゃった、今。ちょっとなんか、私、異次元から声が聞こえたんだけど。あー、ほんと。もう多分ね、大丈夫だと思います。そう、そんなわけでね、ミカドさんが結局来ないまま終わるのかな、これは。かな？かな？かな？どうなんだろう？どうなんだろう？いやいや、ねえ、ミカドいなくても時間が危ないっていう。そう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 。まあね、もう声、あれですね、もう2時間過ぎてますからね。あれ、ミカド呼び込んでほしいのかな？呼び込んでほしいの？え、ミカドさんいるの？いるの？いるよ。え、もう呼び込まなくていいんじゃない、時間も。まあまあいい、いやだから俺はそれでいいよって言ったんだけど、うん、せっかくだから出ますかって言うから、うん、まあね、出た方がいいですよ、うん、出た方がいい、出た方がいい。いやー、お疲れ様です、本当に。いや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 、遅い時間まで、お疲れ様でした。お疲れ様でした、本当に。いやまあでも、うん、あの入試の日はこんなもんですよ。あー、そうね。今日入試だったのか。あのですね、2日間入試があるわけですよ、私立高校は。うんうん、
うん、でその2日間のうちの、2日目にこう夜遅くまで、会議があるんですよ。はいはいはい。まあ、要するにあの合格出さなきゃいけないわけですから。うんうん、あそうだね。まあ、1日目はいいんです、別に。うんはいうん、だから1日目にかかったことは過去あったんですけども、うんうんうん、2日目にかかったの初めてだったんですよ。なるほど。はい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 。なんでこういうことになっちゃったんですね。なるほどね。なるほどね。で、まあ、実はっていうかバレバレでしたけど、10時半から一応入ってたんですよね。そうです。ああ、いるから、だからおまん神社。あ、そうだと思ったんでしょ。思ったんだろうけども、思ったんだろうけど、なんか全然ね、来てますよ感を出してないから、あんたらが。いや、だって、うん、何も言わないなと思って。いや、だって、いや、だってさ、来てね、うん、いきなり喋り出してね、ずうずうしいやんけ、それ。いや、だって、いや、もう、それがミカドさんだからね。いや、そう。普段ずうずうしいのに、なんでそこでさ、急に。いろいろ、いろいろあんだよ、だって。俺にもいろいろあると。俺にもいろいろあんだよ。なんだでさ、ミカドさんもね、いや、だから、神公式聞いてほしかったけどね、本当に、ね。いや、聞いてたよ、電車の中で。あ、聞いてた。そうか。電車の中で聞いててさ、何の当てつけだよと思ったよ、本当に。いや、でも特定のパーソナリティということは言ってないらしいですからね。いや、嘘つけと思ったよ、俺。あの野郎。嘘つけ。ことは言ってないです、何も。何も言ってないよ。嘘つけよと思った、本当。大好きにいろいろ言ってやろうとかも思ってないですから、大丈夫です。いや、思ってたろ、絶対。でさ、申し訳ないけど、一個だけ言わしてもらっていい？何何、はい。うん、さ、短く言うよ。さ、俺がいないのにこの押し方は何なんだよ。すいません。俺のこと言えねえだろ、もう本当。いいじゃん。それでオチがついたから、ね。事故が起こったんだよ。いろいろね。そう。知らねえよ、そんなこと。そうね、オチがついたところでね。本当さ、ということで、来週のコーナーの紹介してくださいよ。じゃあ、福山さんからね。はい、お願いします。はい、じゃあ、来週、次回はですね、わっちゃわちゃな回になりそうですよ。月一パーソナリティがみっこちゃん。ふたさん、うん、アシスタントにえっちゃん、わあすごい。そして、ゲストさんもいらっしゃいます。あらまあ、ゲストも。これは今までないよ。ものすごい、誰が喋ってるのか全く分かんなくなりそう。この3人で押してんだから、次回やばいよ。やばいね。さあ、それお送りするコーナーです。はい、はい、はい、コーナー。オールナイト埼玉 VIP。ブルームです。はい、来ました。こちらが、ね、ゲストさんですね。ゲストさん、ゲストさんは笑う旅と書いて小旅作ります、うん、ラジオパーソナリティとツアーコンダクターの二刀流、徳永ひろゆきさん、うん、ね、わー、通称徳ちゃんですね。えっちゃん周りです。またえっちゃん周りです。えっちゃんがですね、取り持ってくださいまして、はい、でですね、まあ、この人ね、えっちゃんの番組にこの間久々に出てたんですよ。で、はいはい、その徳ちゃんが、うん、実はオールナイト埼玉すっげー聞いてるらしいですよっていう情報をもらって、うん、はいはい、うん、で、ね、興味持ってましたよっていう風にえっちゃんから教えてもらって、じゃあちょっと紹介してもらっていいっていう風に言ったわけですよ、こっちは、うんうん、でそしたら、まあ、2つ返事で OK いただいたんですね。はい、ありがたいじゃないですか、うん、ありがたいんです。嬉しい嬉しい。そんでえっちゃんの番組に出てるのを聞いたわけですよね、我々、うん、そしたら今、うん、その愛知の旅行会社に勤めてて、うん、なおかつてっちゃんだっていうことが分かったわけですよね。ほらだからさ、たまたまですけど、そんとそあのでゲスト会いつにしますかねっていうふうに徳ちゃんに言ってた時に、18日とか大丈夫ですかって言ってたわけですよ。うんうんうん、たまたまそこにブッキングされてたのがみっこちゃんと歌さんだったわけですよ。いやもうね、これはもう、だからてっちゃんスタイルなんですね。そうだから、神だなと思ったんですよ、俺マジで。導かれた、本当に。うん、これはなんか神がいるなと、まあ、だから拝み様のお導きですよ、これ多分。なるほど、拝み様と。
様と江上様と江上様のお導き、ね、それは間違いないね、確かに、うんうん、今日出番なかったですからね、江上様は。そう、こういうところで出あの 裏方だったんじゃん。そうそうそ そう裏方だったから、そう、で出ろやって感じですけどね。そうなんですけど、まあ、ということで、で次のコーナーが今ちょっと奥山が言いましたけど、てっちゃんスタイル、うん、はい、てっちゃんスタイルということになりまして、はい、でその後で、うん、みっこちゃんのプレゼンツ街の変なもの、うん、以上の3本立てでお送りいたします。当日の放送をお楽しみに、はい、はい、ということなんで、で、あのもう言っちゃいますけど、あの、うん、徳ちゃん最後まで残ってくれるんですって。うん、時間丸々る、いやそりゃそうですよ、だってこんだけねつながりがあってさ、みっこちゃん名古屋、名古屋出身だしさ、うん、ねえ、まあ、歌さんっていうか藤井教授はあの鉄道界のご意見番ですからね。そうですね、本当に。あ、まあ鉄道界じゃねえ、てっちゃん界のご意見番ですから、うん、だから鉄道界のご意見番じゃちょっとあれだけども、まあ、ちょっと大きすぎるけど、うん、まあまあ、じゃあもう出てもらいましょうって言ったら、これ6人で喋るってこと？そうです、やばいね、倍ですよ、喋んの。いやだから俺いなくていいかなと思ってるんですけど。またいないの来週も。うん、いや僕もいなくてもいいかな、もしかして。うん、そうだからもう3人、4人で、まあ、4人でどうぞみたいな、うん、そうそうそう、4人で、4人でやればいいじゃんみたいな。笑顔の港だよ、もうもはや。そうだね、笑顔の港、ね、うん、そうだね、確かに笑顔の港2時間バージョンだよね。そうなるかもしれません、確かに、はい、ということで、じゃあ続いて選曲テーマお願いします。はい、で選曲テーマは、うん、星を見たくなる曲特集でお送りする予定です。このテーマになってたのは、はい、なぜでしょう。これはですね、あの私が選んだんですけど、はい、これあれなんですって、あの2月18日ってあの、うん、冥王星の日なんですって。へえ、なんか冥王星発見された日かなんかなんですよ。あ、なるほど、うん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 、うん、でそのじゃあ冥王星の日、うん、じゃあ星を見たくなる曲でいいかみたいな。ね、冬綺麗ですからね、星。いやそう、冬はね綺麗なんですよ、星がとにかく。そうなんだよね、うん、そうなんですよ、あの東京とかね、あの、まあ、要するにあの関東の方でも割と綺麗に見えるじゃないですか、うんうん、そうそう、乾燥してるからかな多分、ね、そう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 、乾燥してるとあの見えやすいんですよ、うんうんうん、要するに光が屈折しないんで、うん、いいじゃないですか、うんうんうん、だから昼間は富士山もクリアに見えるし、確かに、まあ、夜は星も綺麗に見えるしっていうところで、星を見たくなる曲ということで、募集したいというふうに思っております。はい、マジック、はい、うん、はい、ということでございまして、来週もたくさんのお便りをいつもの Google フォームと公式 Twitter、Instagram アカウントの DM にてお待ちしておりますということになるんですが、うん、はいね、いや本当にいやあっという間だったな、本当な、本当ですね。まあね、誰かのネタを取ってしまったような。まあね、やせ姉さん今忙しいですから多分ね。そうなんだよ、なんかここちーちゃん大丈夫なのって話をしてましたけど。そう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 、ちーちゃんこんな時期にね、あの代打でお呼び立てしてね、いやだ、まあ、言ってくださいよ、あの出るなら出るで。いやあのね、そっちの関係者だっていうことは聞いてましたよ僕。確かにね、だけど、ね、出馬するって聞いてないからさ、誘っちゃったじゃないですか。まあね、忙しいんじゃないですか、じゃあ。そうだから準備、ね、で決定しましたよっつって、その浜ちゃんに、あの浜ちゃんの代理でって言ったら、大丈夫なんですかあの人っていうから、何のことってなったんですよ俺。あ、浜ちゃんにも心配されてるの。だ、何のことってなったわけですよ俺。ああ、なるほどね、はいはい、うん、いやでも本人 OK ですってなんか二つ返事で言ってましたよっていう。まあなんとかなるんじゃないかすごいね、うん、って言ったら、いやあの人も出馬すんだけどなって言って、ってなったわけ。お忙しいんじゃないですか、大丈夫ですか、まあ、忙しいけど
なぜか大丈夫だね。うん、いやだからこれは化けますよ、これは。まあ要するに公職選挙法に引っかかるときは出演しないでくださいね。本当にそれはそれは、うん、言っちゃダメなことありますからね。そう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 、だからあれですよ、俺らまで一緒に巻き添え食ってお縄になりたくないんでやめてくださいね。本当にそういうことは。ああ欲しいって話言わないです。うん、いやだってそこはだってね、嫌じゃないですか、だって我々としても善良な市民でいたいですからね。普通にこれは個人事業主として私は。ああまあまあそうですけど、はいはい。絵描きとして参加ですかね、ちいちゃんね。絵描き、アーティストとしてね。アーティストとして。あとであれですよ、まあいいわ。ちいちゃんの巫女としての領収書出してこないと。そうそうそう。なんでだよ。払えねえよ、バカ野郎。何言ってんだよ。神は請求書書かないよ。本当だよ。あ、違う違う、宮司ね、対してね。あ、宮司として。そうそう。いや、だって、いや、だから宗教法人法も難しいからね。宗教法人法わかんない。確かにそういうのあった。確かに。いや、俺も知らないですけど。まあね、ちょっと危なくなる前に、お別れの時間にしますか。そうですね。はい、ということで。はい、ということでですね。まあ、今週もですね、まあ、皆さんは楽しくやってきたということで、今週もそろそろ本当にお別れの時間が近づいてきたようでございます。はい。ババンババンバンバンアピバノノ、はい、ということでですね、エンディングだけいつもの感じになっちゃうっていうところがね、そうね、はい、いう感じはしますけれども、持っていきますね、やっぱりね、強いですね。何言ってんですか、もう本当に。いらないでいられないんですか、ね、いや、いいんですよ、もう。だからもう最後まで出なくていいよって俺は言ったんだから、うん、そうね。でも呼んでほしかったんじゃん。いやだから、いや出ろっていう以上は呼び込めよって。なるほどね。うん、いやもう勝手に入ってくるかなと思って安心してました。私もそう、なんか乱入感。ね、もうそういうのやめようと思って。はい、プロレスですよね、はい、そうですね、はい、ということで、今夜も楽しい2時間だったでしょう。はい、今夜のお相手は小賀ちゃんと帝と徳山静香とちーちゃんでした。次の回も一生懸命頑張ります。ごきげんよう、さようなら。